どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆこるです。今回の動画は、公式放送の情報まとめ、パート2となっております。はい。もしですね、まだ見てない人は、必ず、パート1からチェックしてもらえればなと思っております。はい。今回の動画では、公式放送まとめのパート2をやっていこうと思います。今回はね、コラボ情報とか、イベント情報メインになってきます。見ていきましょう。まずはこちら。新たな奏者が加わり、再び幕を開けるということで、まあ、こちらの時点でも分かると思いますが、留学士ですね。留学士がやってまいります。はい。留学士に関しては、こんな感じ。はい。新キャラのビオーネが登場いたします。で、逆に言えば、新キャラはビオーネだけっぽいんで、ですね。あとは特に追加されなそうで、で、まあ、留学士って、テオールとか、ウテナとか、ね、そんな最近使われてないキャラばっかなんで、まあ、今回の復刻で少しは強化されればいいなって感じだね。で、ビオーネに関してはこれ俺の予想やけど、こいつ確定枠になる気がしますね。確定枠になって2140円、ありそう。こいつ確定枠めちゃめちゃありそう。交換させてくれる気がする、もしくは星6 マジでありそうだからやめよう。本当になんか奇世界に実装されてたやもんね。はい、こちらがビオネって感じになっております。はい、留学士は11月中旬頃開催予定ということで、お、あれ進化した、あ、進化してる、え、すげえ、欲しい、かなり欲しいです。あー、なるほどね。 OK、 留学士はねこれ引くべきですね。やっぱりキャラがでかいんでね、いいと思います。はい、こちら留学士になっております。で、続きましてこちらマガジンオールスターズパズドラコラボ決定です。はい、こちらですね、もうすでにマガジンコラボはパズドラ実装されてるんですが、今回内容にですね、新しいコラボが追加されます。はい、今回はですね、新コラボ見ていこうと思います。いきましょう。まずはこちらから、東京リベンジャーズですね。はい、こちらが新コラボとして実装されます。はい、マガジンコラボ内でね、新キャラ追加されます。なんかね、めちゃめちゃね、視聴者が盛り上がってたんで、かなりすごいコラボなのかなとは思いますが、僕はいつも通りわかりません。はい、まずじゃあ新キャラ見ていきましょう。こちらからですね。はい、まずは花垣武道、こちら実装されます。そしてこちらマイキーですね。マイキー実装されます。そしてこちら竜宮寺剣、さらにこちら松の千冬と、合計4体新キャラが実装されます。さらにですね、これだけで終わりじゃないんですよ。そう、東京リベンジャーズだけじゃないんです。なんともう一つ追加で新コラボがやってまいります。でね、これ僕ね、知ってるんすよ、まさかの。知ってんすよ。はい、こちら、延々の消防隊ですね。これ僕何知ってるかっていうと、オープニングかな?オープニングだけね、僕知ってんすよね、これ。ミセスなんだよね。そう。とんでもないですね。これ、このコラボがどんぐらいすごいかっていうのは、さすがに俺でもわかるっすね。やばいですね、これは。そうね、なんかえげつないコラボが来たんじゃないかと思います。はい。で、こちらキャラ見ていきましょう。まずはこちらからですね。はい。新楽坂部と。はい。そして、こちら。アーサーボイル。そして、こちら。はい。専門ベニマルと。3体かな?はい。合計3体が実装されます。なんかマガジンコラボ、元からやばいコラボばっかでしたけど、とんでもないっすね、普通に。普通にえげつないコラボ来てびっくりしてるんですけど、まあ、これはね、多分新キャラもね、相当優秀だとは思うんでね、また実装され次第見ていこうと思いますが、なんとこちら、このコラボ開始日が、でん、10、あ、コラボ実施ということで、はい、ありがとうございます。こんな感じでね、花垣武道、そしてマイキー、はい、そして竜宮寺剣、そしてこちら、新楽坂部、そしてアーサーボイル、そしてこちらシモンベニマルト、こちらなんとコラボ開始がですね、でん11月8日の朝10時からということで、6日後からもうコラボ始まります。イエイ。ということは新キャラ情報も今週中に出ると思いますし、明日祝日だよね、合ってるよね、明日。皆さん知ってました?祝日なんですよ。なので木曜金曜で全部発表されると思うんで、木曜日の発表かなり熱いかなとは思いますので、また実際にね、発表され次第動画撮っていこうと思います。こちらがマガジンオールスターズコラボとなっております。そしてまだ終わりではありません。もう1コラボやってまいります。はい、もうこのキャラ見ればわかるでしょう。誘惑ですね。誘惑がやってきます。はい、誘惑書&パズドラドラゴンズコラボ決定です。
で、こんな感じでね、既存キャラもちろん強化入ると思います。ユウスケとかね。でも進化は増えてないんで、多分あくまで強化だけかな。既存キャラは見てる感じなんか全部ね、進化したいは今までのやつ一緒なんで。スクショ下手くそ選手権580ぐらい入ってるわこれ、やばいやろ逆に綺麗。はい、そうですね、既存キャラ発表されてるよね。これもいるよね多分。はい、でですね、この後ろ見てもらえればわかると思うんですけど、なんとちょこちょこ新キャラ混ざっております。はい、僕余白ももちろんわかんないんですけど、こんなキャラは今までいなかった。うわー、スクショ下手すぎる、マジでこんなキャラは見たことがないので、確実に新キャラであることは間違いないかなとは思います。はい、パズドラ側でね見たことないんでね、こちらも新キャラですね。さあ、ということで、まずは新キャラ情報を見ていきましょうか。絶対強いやんこのおっちゃん。はい、まずはこちらからですね。はい、延期からですね。延期に関しては進化前はなんか普通のねおっちゃんって感じやけどね、進化後がねめっちゃ強そうな感じになるんですよね。最強夫婦延期&ココ。なんかでも最強って書いてるってことはなんか強いんでしょうね。で、多分ヤマピーもなんか結構強いよみたいな話をしてたから、もしかしたらパズドラ側でも結構再現されてかなり強い戦になるかも。で、あとはもう一体こちらですね、シグレですね。シグレに関してもかなり強い性能になる気がします。はい、ここら辺が誘白の新キャラみたいですね。で、まあ、新キャラに関してでも正直言ってね、あんま別に期待はしてなくて、実は既存キャラがやっぱね誘白と多いんですよね。で、まあコラボが前すぎるってこともあって、今誘白のキャラってまあほぼ使われてないんですよ。てか使われてないかな、ユウスケぐらい、マジでね、ユウスケの光無股間生成ぐらいしか使われてない気がするんですよね。って考えると結構ね、そうですね、まあ期待したいところであるよね。やっぱ既存キャラ復刻ってこともあって、あ、既存コラボ復刻ってこともあって、まあせっかくならね、それなりには強くなればいいなっていう願望はあります。はい、こちらが誘白の情報となっております。はい、っていう感じがですね、今回のコラボ情報となっております。やっぱ何より一番熱いのはもうここら辺ですね。完全にマガジンコラボが熱すぎますね。さすがに東京リベンジャーズコラボに加えて永遠の消防隊と、まあ、こんだけメジャータイトルってことでキャラの性能もね必然的に期待できると思うので、まあ、また実際にね、実装され次第見ていこうと思います。という感じでですね、今回のパズドラのね、公式応募パート2コラボ情報とまとめでした。イベント情報とはねもうパート1で話してるんで、ぜひよかったらそちらご覧ください。で、最後ですね、次のパートでは既存キャラ強化見ていこうと思います。でね、めちゃめちゃ強化入ってて、新フェス限とか入ってるので、まあそこら辺含めて全部見れればなと思っております。ということで、今回の動画はこの辺りで終わりになります。ぜひよかったら最後パート3に関してもですね見ていってください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。よかったらね高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。